さあままずはペン字で矢を解説ししていきましょうこの文字を美しく書くためにはこのオレンジの線をいかに右下方向に長く見せるかと考えていきますよくない例は口が大きく長くなってしまったり土の部分とこの部分が左右に離れすぎてしまうとこのオレンジの線は長く見えないんですよね。 もう一つ良くない線はこのペケの部分を下方向に引っ張ってしまうと腰パンのような形になるので足が短く見えてしまうんですよねできる限りこれは上の方にクロスさせていきます美しい字を書いていきますまずは左側背を低くしておくんですねオレンジの線を斜め方向に長く見せるためにはこの部分背が低いことが必要なんですよねそして当然口も小さく書きます でここの部分を左に寄せてできるだけ狭く狭くしておいてここから右下方向に長くしていくんですねできる限りこのペケは上の方をクロスさせ足を長く見せつけていきます点も右ではなく左に寄せるんですね続いて筆ペンで解説しますここの最も長い線は最初よりも中ほど細くするのがコツになるんですねこれだけでかなり格好がつきます でとにかく横線を細くし縦線を太くするだけでもかなりかっこよくなるんですねまあ、横線細くだけでそれっぽい感じになりますよねまあ、やはりこの線は中ほど細くすると格好がつきやすいです続いて大筆で解説しますここの斜めの羽の部分はまずは中ほどが細くなるのは筆ペンの時と同じなんですがここでやっちゃいけないのは筆が左に回転してしまい 根元が先行すると開いた面で跳ねることになるのでパサパサになってしまうんですね正しくは筆が左に回転しないようにやや指で右にひねりながら開いていく筆の右側面を上方向にスライドするイメージなんですよね筆が左に回転しないように右にひねりながら描くようなイメージです実際に右に回転させるわけではないんですが あくまでも左に回転させないように右にひねり続けているイメージです書きながらおさらいしていきましょう横線細くそして短くするんですねこの横線はあまり長くならない方がいいですやはり右に右に狭くしておいた方が長く見せたい線がより長く見えますからね、まあ、羽の部分は指で右にひねりながらスライドするようなイメージで書いていきますこの払いは上の方をクロスさせるんでしたね この点も右ではなく左に寄せて書きますさあここまでが美文字ですここからがお遊びですより男性的に書くには横線の斜め上がりを極端に強くし線を太くするといいんですね口などの曲がり角も太くし できるだけ中の余白を狭くしていきますここもひっつくほど狭くして白をできるだけ狭くしていくんですねで、羽の部分を思いっきり太くすればするほどより男性的でエネルギッシュな印象になってくれますよね次は女性的にしてみましょう線の中の太さを細い太い細い細い太い細い とにかくこの筆の始まりの部分を細くしてみるんですね。まあ、そうするとね、かなり女性的なイメージになるし、羽なども小さくするとかなり繊細なイメージになりますね。まあ、こうやって見てみると全然違いますよね。お遊びも以上です。ありがとうございました。さあ、解説は以上ですがいかがだったでしょうか。いや、ですね。 まこの文字は個人的にかなり格好がつきやすいので書きたくなる字ではありますね。改めましてこのチャンネルでは2000文字の常用漢字をペン字、筆ペン、オフで楷書、行書、アートで解説しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。今回は以上となります。ありがとうございました。